皆さんこんにちは、ひかねです。こういう喋り動画を出すのが結構久しぶりな気がするので、ちょっとテンポよくいけるかわかんないんですけれども、まずは登録者数20万人ありがとうございます。特に目標としてる数値があったりとかするわけではないので、ここまで来たよとか、もっと増えてほしいとか減らないでほしいみたいなことは特に正直ないんですけれども、まあでもね、いろんな人が聞いてくれるようになってるっていうのは本当にありがたい限りなので、これからもね、楽しんでいただけるような動画をなるべく作っていけるように頑張りたいなと思っております。ということで、右に倣ってというか、よくある20万人記念企画として質問を募集しますということで、皆さんから Twitter、Instagram、YouTube、質問をお送りいただきました。その中からいくつか答えるっていう動画を、お届けしようと思います。それでは早速レッツゴー。学生時代何部でしたか？途中でやめてるけどサッカーやってました。 How old are you?25 years old. お祭りで好きな屋台は何ですか？かき氷。パーパー。 Do you have a favorite color? Black, white, light blue, light green. 元気？見ての通り。お金さんが人生で一番悩んだことは何ですか？高校ぐらいの時かな。なんか人生の進路に悩みましたね。今一番欲しいものって何ですか？外に行ける世の中が欲しいけど、もので言うなら、そうだな、iPad かな。夏のアイスといえば、サクレでしょ。部活終わりによく食べてました。好きな季節は何ですか？オータム。他が苦手だから。好きな天ぷらは何ですか？青葉、舞茸、茄子、白身魚の天ぷら。自分を漢字一文字で表すと、直。いい意味でも悪い意味でも芯というか筋を通したがりの人間なんだなって思ってます。 What piano do you use? Roland FP60. 一日に一番使うアプリは何ですか？ YouTube。 動画投稿かっこネット活動してて良かったと思った瞬間はいつですか？いつも思ってますよ。特に山谷はないかも。ピアノ弾くには手首柔らかい方がいいですよね。せやな、えらかい方がいいと思いますね。パキッて言っちゃった。深根さんは友達といるときボケツッコミどっち派ですか？割とどっちでもなるけど、どっちか選んでいいんだったらボケが多いです。好きな動物は何ですか？柴犬。スマホカバー何使ってますか？今はご覧の通りすっぱだかです。友達以上恋人未満についてどう思いますか？そのぐらいが一番楽しくない？もし新たに楽器を始める機会があったらやってみたい楽器はありますか？エレキ系はちょっとご縁がなくて触ったことないのでやってみたいかな。深根さんが一番気に入っている深根さん自身の動画は何ですか？どれも気合い込めて作ってはいるんですけど、やっぱりミュージックビデオは何から何まで全部自作したので、やっぱり思い出深いです。好きなお味噌汁の具トップ3は何ですか？わかめ、大根、豚肉。生まれ変わったら男か女どっちになりたいですか？どっちも経験したいので男の人になってみたいです。最近買ったものでお気に入りの商品はありますか？撮影用に買ったシャツです。好きなものは最初に食べますか、それとも最後ですか？お腹いっぱいになっちゃうことが多いので最初に食べます。前にクラシックは弾かないと言っていたような気がしますが、もし弾く、聴くとなったらどの作曲家がいいですか？たくさん知ってるわけではないけれども、多分ドビュッシーは好みなんじゃないかなと思っております。好きなジブリ映画ありますか？千と千尋とナウシカ。好きな食べ物と好きな飲み物は何ですか？チョコレートとカゴメのグリーンスムージーです。手のケアとかしてますか？一切してない。今後どこかでお顔を明かされる予定はありますか？今すぐには考えてないですが、まあライブイベントとかそういうところでするかもしれないね。演奏動画の募集はもうやらないですか？ちょっと編集がマジで激重だったのでやる気が湧いたらやるので、練習して待っていてくれたら嬉しいです。今後の人生プランとは？まあ、YouTube で活動するということ自体が先が見えないのでわからないけど、まあ30になるぐらいまではこういう感じで続けていければいいかなって思ってて、まあそっから先はなんか別の仕事とかしてもいいかなってざっくり思ってます。深根さんは早起きと夜更かしどちらが得意ですか？目覚ましワンフレーズで起きるので早起きは割と得意。おにぎりの具材は何が一番好きですか？子供の時はたらこだったんですが、今は
おかかかな。私は楽譜を読むのが苦手なのですが、どうしたら素早く楽譜を読むことができるでしょうか。楽譜は多分未だに読むのめちゃくちゃ時間かかると思います。弾いてくれる人がいるなら弾いてもらうし、音源があるならそれをかけながらザーってさらって弾くべきところを見てます。 YouTube のメンバーシップ、深根さんは作る予定ありますか？一応ね、作れる状態にチャンネルはあるんですけど、どうなんだろう。なんかやっぱギブアンドテイクなわけだから、テイクできるものが何があるんでしょうかね。お金を払っていただいて、逆にだからそういうのにこう意見がある人がいたらくれたら、そういうなんていうの、相互意見で作っていけるのかなって思いますけど、特にめちゃくちゃ考えてはないです。新しいグッズって出しますか？深根さんはどんな時に幸せだと感じますか？不幸だと感じることがないので、あまり幸せを感じてもいない気がしますが、編集してる時は楽しいなって思います。いつも学校の先生でもピアノの先生でもいいのですが、この先生からすごく影響を受けた、すごく尊敬していたというようなエピソードはありますか？小学校1年生から高校2年と大学1年もかなぐらいまで習ったピアノの先生がそれに当たるかなって思うんですけど、まずめちゃ上手い、作曲もがすごくできる、で編曲も天才的なんだけど、もう誰もが認めるすごい能力の人なんだけど、ちっとも偉そうぶらないっていう、なんか仏みたいな先生で、怒られたことなくて、すごい不真面目で練習も全然してこない子供だったけど、全然怒らない先生で、だからね、のびのび楽しく教えてくれた、13年ぐらいかな、教えてくれた先生でした。見てる？これまで弾いてきた楽曲で一番思い入れのある曲はどの曲ですか？これ結構聞かれるんですけど、どれもやっぱり嫌いじゃ、やっぱり完成するところまでの長い時間かけれないので、どれも好き。ピアノコンクールに出たことはありますか？なさそうじゃない？みんな、こんにちは。質問コーナー恒例のかわいいかわいいカネちゃんの挨拶だよ。キュピ。今回も盛り上がっていこうね。キャハ。ちょっと初見バイバイすぎるから途中に挟んでいくスタイル。もしデートとかに行くならどこに行きますか？気になる人はいますか？仲のいい人だったらどこに行っても楽しいんじゃねって思います。どこに行っても楽しい人が気になりうる人なんじゃないかなって。選曲の基準はどのような感じなのでしょうか？まずは自分が好きだな、いいなって思った曲、素敵だなって思った曲、それからまあもちろんね、今話題の曲とかもやりますけど、あとはまあおこがましいけどみんなに知ってほしいなって思う曲、新旧問わずいろんなところから選んでいけたらいいなって思ってます。 How long have you been playing piano? When I was 5 years old, I started to learn the piano. So in this year, 20th anniversary!イエーイ。僕もバンプオブチキンファンなんですが、深根さんは何の曲が一番好きですか？いい曲いっぱいあるので選びきれはしないんですけど、やっぱ出会った頃にたくさん聴いてた曲っていうことで言うと、プラネタリウムとか、才能人応援歌、メーデー、ギルドとか。今までで一番恥ずかしかったことは何ですか？幼稚園の時になんかお母さんと別れるのが嫌で泣いてる子がいて、あれやってみたいなって思ってわざとやったら、図体が大きかったので狩られたイノシシみたいに手足縛って連れて行かれた時、人生で初めて大恥かいた。深根さんの人生や生き方に影響を与えた作品を教えてください。ジャンプコミックのヒーローたちの正義感とか、守る、自分が大事なものをそのために強くなるみたいな感じはやっぱり憧れたなって思います。中に臭いけど、自分も今ピアノを10年間習っていて、深根さんぐらいピアノが上手くなりたいんですが、上手くなる方法が知りたいです。どうしたらいいですか？上手くなりたい、どうすればいい、そのめちゃくちゃでかい主語じゃないところに話を落とし込めるようになっていくのがまず大事なところかなって思います。 How often do you cut your fingernails? 2 days per one time? 2日に1回ってなんて言うんだ。深根さんの作る楽譜で弾きやすい曲はありますか？あれば教えてほしいです。今まで弾いてくれてた人たちの感想とか傾向からするに、ナブナさんの夜明けと蛍はかなり人気高かったので弾きやすかったんじゃないかなって思ってます。好きな本、現在読んでいる本ありますか？
本はほとんど読まないので読書家になるのがいずれの目標なんですけど、隅野ゆるさんの作品は結構何冊か持っております。名前の由来知りたいです。いや、めちゃくちゃ適当につけたんだけど、いくつか候補はあって、なんか全部名字だったんだけど、で名字ランキングみたいので検索した時に一番珍しかったから深根にしました。深根さんは子供の頃どんな子でしたか？自分ではこう大人びちゃってというか可愛い時期のなかった子供だと思っているんですけど、親とかに聞くとすごい天真爛漫で子供っぽい子供だったとか、幼馴染には正義感が強すぎて喧嘩っ早くて生きづらそうだなって思った、今も思ってるって言われました。今もかい。学生時代の一番の思い出は何ですか？体育祭とか合唱コンクールとか。高校が一番友達に恵まれて楽しく過ごせたので、なんかその人たちとやってることだったら何でも楽しかったです。座右の銘。座右の銘に縛られない。 CD 派ですか、ダウンロード派ですか？昔はお金がなかったのでツタヤだったんだけど、そのうち CD を自分で買えるようになって、最近はもうサブスクが基本です。もしくはダウンロード購入で Apple Music で聴いてます。深根さんの好きな楽器ベスト3。アコースティックギター、ストリングス、ホルン。好きなアニメとかありますか？進撃の巨人はやっぱ最初見た時驚いたな、あの 3D の技術とかは。東京マグニチュード 8.0、 あれもアニメで見たんですけど衝撃的でしたね。あとは新海誠さんの、すごいめちゃくちゃミーハーな人みたいになっちゃった。好きな異性のタイプは？異性に限ったこっちゃないんですけど、自分の考えてることをお互いに言える人、てか話ができる人かな。ピアノは何円しましたか？2年前ぐらいなのであんま覚えてないんですけど、多分14万ぐらいだったんじゃないかなと思います。貯めてたバイトのお金をガポッと使わせてもらいました。深根さんが音楽に携わるときに一番大切にしていることは何ですか？勘は大事だなって思ってます。理論のないタイプの人間なので勘でいくしかなくて、何事も。最近ちょっとずつ全然初めましてのアーティストさんの曲を YouTube のおすすめに従って聴いたりとか、そういうことしてこう少しでも知見を広げようみたいな気持ちになってるんですけど、まあまだまだですね。いろいろ聴いて勘を養うっていうのはなんか忘れないようにしていきたいなって思ってます。もうすぐ髪の毛を切りに行くのですが、深根さんのような髪型にしてみたいです。どのようにオーダーされていますか？バンドのボーカルみたいなっていう話に結局落ち着いた気がする。なんか切ってくれる人が結構ホーロックとか好きっぽい感じの人だったから、だから写真をいくつか見せたりもしたんですけど、まあとにかくバンドのボーカルみたいに切られてたんだと思います。曲作りで一番大切にしていることは何ですか？何を考えて曲を作っていますか？まあ、まだ1曲しかないのでその曲の話にしかならないんですけど、やっぱね、原作があったので原作のそのキャラクターというか主人公にちゃんと入り込めるようにお芝居稽古見させていただいたりとかして、なるべく本人が自分の中に入ってくるようには気をつけました。 Do you have a boyfriend? No. どういう流れで他の子だとコラボしてるんですか？YouTube を見てる人は確かに晴天の霹靂ぐらい知らない人といきなりコラボしだすんだろうなっていう気持ちになるんだと思うんだけど、 Twitter とかで結構こう交流させてもらったりとかしてから仲良くなって、じゃあコラボしてみますかみたいになる流れが割と多いかなと思うので、まあ Twitter で最初フォローしてもらったりとかで絡むことが多いです。ハクチューム大好きでよく聞いています。普段から作曲や編曲などされていたのでしょうか？学生の頃から、まあ、楽曲提供ってほどじゃないですけど、なんか BGM とかそういうこう商用の映像の音楽とかちょこっとやらせてもらったりしたことはありました。好きなコードは G と A フラット。ファンのみんなに何か一言お願いします。できればイケボで。イケボの基準がわからないけど、そうですね、20万人迎えることができました。実は22万人いるんですけど、いつもありがとうございます。本当に何をするにも遅いし、言ったことやらないしっていうことでね、本当にがっかりしながら応援してくれてるのかなと思うんですけど、まあファンですって言ってくれてる人って20万人の中でどのぐらいいるかって実はそんなにいないんですよ。もちろんね、コメントとか SNS でいつもこう話しかけてくれる人に限ってるので、いつも見てる気持ちはあるけど表現してないというか、届いてない人は申し訳ない、把握できてないんですけど、こう音楽のコンテンツとしてこうやっぱ人間性が薄いので、あんまり人にフォーカスして見てる人がそんなにたくさんはいないと思うんですよね。
だから大きくなっていっちゃって寂しいみたいなのもたまに見ますけど、いやいや早い早い、まだ早い。 SNS で声かけてくれる人とかはなるべく覚えるようにしてるし、いつも声かけてくれたら覚えれるぐらいなんですよ、まだ実はそういう数って。だからあんまりそこは気にしなくていいよっていうふうに思います。それからね、最近は本当お仕事とかさせていただけるようになりましたけど、私の実力がどうこうというよりは、やっぱみんなが集まってきてくれて、やっぱりこのチャンネルふかねっていう存在がやっぱネームバリューのあるものになっているから、でそれは一重にやっぱ日々コメントしたり動画見たり登録したりとかしてくれてる皆さんのおかげです。それでしかない。技術が変わらなくてもやっぱその辺ほっつき歩いてるだけだったら多分こうはなってないので、やっぱりみんなが持ち上げてくれたから今そうやってこう深根さんっていう人間がこうある程度の価値を持ててるんだと思います。本当にそのことは感謝してるし、今すごくいい雰囲気でチャンネル全体が成り立ってるなっていうふうに思うので、これをどうにかね、このまま保ちつつ、もっと、まあ、規模が大きくなればいいかなっていうふうに思ってるので、その辺のこう治安維持には、自分も努めますし、皆さんも協力いただけたら嬉しいなっていうふうに思います。第3回1年ぶりの質問コーナーはこれにて閉幕とさせていただきます。まあね、次やるときはもうちょっと先かな、来年ぐらいになってるかもしれないですけども、もしこの動画見てね、ああ質問しときとこっとなって思った人は、次開催されるまでお待ちください。ということで、最後までご覧いただいた皆さん本当にありがとうございました。また日々の動画でお会いしましょう。バイバイ。